はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。楓さんちへようこそ。元気でしょうか。今日はね、ちょっとデザートのお話をしようかなと思っております。でですね、まあケーキとか、まあアップルパイ、パイのものね、もうピーチパイとかアップルパイとかブルーベリーとかのパイってあると思うんですけど、そういうものってさ、本当になんか食べたくなるよね。リンゴを見てちょっとイコール付けというか、あ、そういえばアップルパイっていうのあったな、なんか食べたくなったなって思う時もあるし、そのまあアップルパイに限らずなんだけど、ケーキ全般ね、ケーキというかデザート全般、テレビでね、特集とか、まあ丸々地区で有名なケーキ屋さん特集みたいな感じであったりすると、まあいろんなケーキ屋さんが出てきて、いろんなケーキが出てきて、うん、でその中でね、この店の一番の売りはこのケーキですっていうのが出てきて、それがアップルパイだったりすると、まあ美味しいよね、美味しそうだよね、美味しいよねじゃないや、美味しそう、うん。でまあね、 もちろんコンビニなんかでもさ、ケーキの部類の方じゃなくて、なんだろう、パンの部類に入るのかな、うん、パンの方にアップルパイのやつがあったりしてて、うん、それ見つけるとね、やっぱ手を出してしまうことが多い、うん、そうだね。ピーチパイとアップルパイどっちを食べるかっていうと、アップルパイの方を食べるかな。ピーチパイってね、桃のパイってまあ食べた記憶がないというか、食べることが少ないし、それを売っているお店に行ったことがないので、ケーキ屋さんね、うん、まあもちろんね、その季節の商品っていうことでやる期間が少なかったりとかしてて、その期間にね、私が行かなかったっていうことで、まあ目につかなかっただけの話かもしれないんですけど、はあ、食べたくなるよね。で、自宅の最寄りのケーキ屋さん、富士屋があったんだけど、そこはね、なくなっちゃったんですよね。うん、で、そこの、多分オーナーが、オーナーシェフというか、そういう人が、まあ、結構、年上の人だったんで、多分その影響もあったりだとか、契約の期間も含めて、ちょっとねっていうことで辞めてしまった可能性もありますけど、その後なんか質屋的なものになってしまいましたね。うん、でもう一つなんだっけな、本当に個人店っていうかな、個人でやられているようなケーキ屋さんが区役所の方にあったんですけど、そこもね、最近高級パン屋さん、高級食パンの波に乗ったのか、食パン屋さんになりましたね。和食と思って、ね、去年一昨年ぐらいかな、ケーキ買おうと思って、そこで本当に可愛らしいところだったんで、で2人ぐらいでちょうどいいぐらいのケーキもあったんで、それ買っていったんですけど、まあそれを目当てにね行ったら、なくってなくってっていうか、まあ食パン屋さんにくら替えしてたんで、まあショックだなと思って、うん、だからしょうがなく、なんだっけな、
コンビニのケーキにしちゃいましたね。うん、で、別のね、ところに、あのシャトレーゼがあったんですけど、シャトレーゼが入っているのがね、イオンだったかな、イオンだったんですけど、イオン自体がその建て替えをしてて、うん、今さら地というか、まあ今基礎からやってるみたいですね。多分だいぶ前に建てたやつだったみたいで、そういう耐震性というかそういうのが不十分だっていうことになったらしくて、うん、それだったらまあ元から建て直そうみたいな感じで、もともと古い感じのものだったんで、うん、ただそこでまたそのシャトレーゼが入るかどうかっていうのは分かんないんですよね。一応ねそこの住所っていうのがあるっちゃあるんですけど、うん、どうなんだろうね。で個人店もあると思うんですよ。あるんだけど、今もやってんのかなっていうのはちょっと、うん、不思議ではある。皆さんどうなんだろうね。うん、まあ、もし、おすすめのケーキがあったら教えていただきたいですね。うん、横浜市外でもいいし、市内でもいいし、うん、県外でもいいし。まあそこまで行くとね、行かないかもしれないけど。もしね、よろしければご意見いただけたらと思います。それでは皆さん、さようなら。